我は高間ヶ原よりこの足原の地に降り立ち、大和の国を作った。長天は異形の子を生んだ我が妻を黄泉の国へと追いやり、この地を荒和よと涅槃に引き裂いてしまった。しかしどうやって、なぜ死んだ者は生き返らぬ。なんということを。見るがよい、ここに横たわる者たちを皆ふざけやがって。覚えてんじゃねえか。